はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えーと、アメリカのボーイングですね。アメリカのボーイングが事故を起こしましたね。はい、えー、まあ、事故次、相次いで、相次いで起こります。アメリカのボーイングが事故を起こしてしまいました。はい、えー、まあ、何もなかったんですけどね。え結果的には、あーまあ、ああ、ね。 緊急着陸して、えー、無事をことなきを得たんですけど、えー、窓が吹き飛んだということです。これもありえませんよね。これニュース貼っときますね。はい、ありえません。はい、ありえないことがいっぱい起きてます。はい、もう何度も言ってるように、あこれあの、多分陰の棒棒でも何でもありません。あれですね。あれ。まあ、陰の棒っちゃ陰の棒なのかもしれません。あれ自体が陰の棒なんでね。ははは。 まあね、笑い事じゃないんですけど、あれ自体が陰の棒なんで、ええー、まあ飛行機の整備をしてる人とか、飛行機を作ってる人、お飛行機を運転しているパイロット、えー、電車や車、はい、ええー、まあ全部ですね、はい、ええー、全部、はい、ええー、全部です。何らかあの、ぼーっと、頭がぼーっとしちゃってる人が関わってますから、<laughs> はい、わかりますよね。 はい。8割型あ。日本では8割型。アメリカではね、6割ぐらいなんじゃないかな。えー、例のね、えー、まあ、美味しくいただいてしまった人たちが、そういったものに関わってるんですよ。えー、どうなるか、必然ですよね。目に見えてますよね。えー、もうに、もうね、えー、まあ、お祭りからね、2年が経過してるんで、えー、そろそろ効果,効果が、 本格的に出始めてくる頃だと思っております。え、なんでね、え、いろんな火事とか事故とか全部陰の棒だじゃなくて、はい。まあ、ある意味陰の棒なんですけどね。はい。ある意味ね。えー、でも、あの、いわゆる、あの、祭りですね。はい。祭りです。はい。お祭りの、あの、食べたものですね。はい。食べたもの。えー、それがね、えー、あの、まあ、全世界中でお祭りやりましたから、 ああ、複雑に絡み合ってね、いろんなところでね、頭がぼーっとしてる人が増えてるんで、いろんなところですらミスりまくりますよ。はい。そういうことなんです。はい。ミスりまくりますよ、そりゃ。頭ぼーっとしてますからね、皆さんね。ええー、まあ、ここら辺はね、あのー、まあ、コメントもいただいたんですけど、まあ、あとある方のね、お父様がね、 えー、いわゆるお祭りに参加しちゃってね、えー、まあ、いただいてしまったみたいで、で、いただいた後にね、えー、間に火をかけて、えー、忘れてね、えー、家を外出してしまった、みたいなことが書いてあって、あやっぱりなと思いました。はい。えー、お分かりになりますでしょうかね。はい。えー、院の棒とかじゃなくて、あの、お祭りの影響もあるんでね、はい。 えで、えー、ほとんどの人々があいただいてしまってます。8割型日本ではね。えー、9割型じゃないでしょうかね。まあ地域によって、これ知識差があるんでね、祭りの影響が多いところと少ないところがまあございます。はい。えー、まあ多いところはね、まあほとんどの人がバックンバックン食べてますんで、えー、そりゃね、そりゃですよ、おかしなことがいっぱい起こるんですよ。はい。 えー、これは海外も同じです。はい。海外であっても同じです。まあ、全世界的にね、ょいしょいが行われましたから。はい。ね、お祭りがね、お祭りが、お祭り騒ぎが起きちゃいましたからね、全世界的にね。で、皆さんね、バクバクと召し上がってますから、で大部分の人は、ああ、何にもしてないわけですよ。おデトックスも何もね。はい、えー。どうなるか、お分かりになりますよね。はい。 えー、そういうことです。みんなぼーっとしてね、えー、作業がね、あのー、普通にこなせてたものが、こなせなくなっちゃうんですよ。整備士にしろ、何にしろね。だからこういうことが頻発するんですよ。はい。 これもね、全部陰の棒だーって言ってると、あの、お祭りのね、影響っていうのも、なんか、ないような感じになってきますんで、これは、まあ、ちょっと良くないんじゃないかなって、私は思っております。はい。えー、アメちゃんでも、やっぱりお祭りの影響は出てますよってことです。はい。えー、で、えー、ね、ボーイングがね、はい。まあ、どこら辺 で、えー、お祭りの影響があったのかわかんないんですけど飛行機を作っているところ、はい、で祭りの影響でぼーっとしてね止めが甘かったとかね、はいえー、窓が吹っ飛ぶなんてことは、まあ、通常あり,ありえませんからね、はいえー、空気系統になんか異常があったみたいなんですけど、まあ、まともじゃないですよねこれ作ってる人たちも <laughs>、はいまあ、そういうことです。 まあ、必然ですよね。必然です。はい、えー。そういうことなんですよ。はい。そういうことです。えー、まあね、これからどん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 ね、こういった事象があ増えてきます。はい。なので、自分の身を自分で守るようにしないといけません。 車を運転される方はくれぐれも注意しないといけませんし飛行機に乗る時もねくれぐれも注意しないといけません。はい、えー、船に乗る時もですけど、えー、まあいろいろありますよ、ね、日常生活。はい、で、えー、まあね、えー、商店街ですね飲食店の商店街の近くに住んでる人も。 えー、本当に新規へとがらせてないといけないと思います。えーまあ、一般家庭ではね、まあ、火事にもな,りなるんですけど、えーまあ、なんていうのかな、あいわゆる、企画してある、えー、ちゃんと企画がしてあるガスコンロだったら、あ通常はなりません。はいえー、一定期間、えー、火をつけていると自動的に止まるようになっています、今のコンロは。 なんで、よっぽど古いコンロを使われている方、はい、えー、もしくはあ、カセットか、カセットコンロですね、そういったものには安全装置はついていないので、えー、そういうものを使われる方が一般的には注意です。でも、業務用のには、初めから安全装置なんてついてませんから、はい、えー、火何もかけてても別に自ら止まるってことはないですから、はい、えー、ここら辺違います。 なんで、えー、業務用のコンロですね、えー、こういうのを使ってる飲食店の、飲食店が非常に多いところでは、まあ、その飲食店の人がね、まあ、食べてなければまあ大丈夫なんでしょうけど、まあ、食べてて、ぼーっとしてたら危ないですよ。これは数年前と全く違う状況でございます。はい、お分かりになりますよね。 えー、そういうことでございます。これからこういったことも想定して我々はいろいろと防御線を張っていかないといけません。はい、防御線です。えー、そういうことなんでね、えー、皆さん頑張りましょう。で、い、え、ろ、ー、んなね、えー、事柄に注意して生活するということです。よろしくお願いいたします。はい。 こちらの記事も貼っておきますので皆さん見に行ってください。これ世界的に、えー、起きてるんでねまあどこに行こうとまあ無理かもしれません。アフリカはちょっとね低いですけどねお祭り参加率がね。はい。えー、アフリカ行きます <laughs> 私はちょっとご遠慮しておきます。はい、まあそういうことでございます。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。